人とは、アラブ世界で人にあらざる存在であり、なおかつ人のように思考力を持つとみなされる存在、すなわち精霊や妖怪、魔人など、一群の超自然的な生き物の総称である。イスラーム以前から、いわば俗信として、アラブ人に信じられてきたが、イスラム以降、クルアーンが、その存在を否定せずに認めているため、進学などで盛んに論じられるようになった。一般的には、 死といよ物語に登場するランプのせが有名である。以下、本説では特に断りのない限り、文語のアラビア語について述べ、アラビア文字のラテンアルファベットへの本字は、アメリカ議会図書館本字方式に準じた方式で用いる。ただし、ターマルブータを植え付き文字の t で示している。アラビア語の古今 jnn からは、隠す、覆う、守るなどを意味するジャンや、クルー。 狂気に陥るなどを意味する、じゃんといった動詞が派生し、名詞としては本校にかかるンのほか、庭園、楽園、墓地を意味するじゃのっと、狂人、風天、寄り疲かれた人などを意味するマジヌン、まいじめられっ子、隠れたもの、隠されたものなどを意味するジャニーンといった単語が派生する。人は複数形の名詞で、なおかつ集合名詞である。単数形男性は、人に、 女性はジニーヤットである。同じ語根 JNN から派生して似たような意味を持つ複数形の言葉には他にジンナ、ジャン、ジンナーンがあり、マグレブ方言にはジェイアンという言葉もある。ジャンの語源について19世紀イギリスの東洋学者レインは預言者ムハンマドと同時代のアラビアの詩人フザリーの仕に基づいて少なくともクルアーンの時代には 五感による近くからは隠された、あるいは隠れた、精神的な存在を意味したのであろうと推測した。フザリーのしにおいて、人の意味には、天使が含まれている。人、人な、じゃん、人なン,ンの語源はさらに遡れる、可能性があるが、確かなことは言えないのが21世紀現在の、状況である。フランス語で、天才や、高学を意味するゲニーは、守護神や、 精霊などの意味もあり、語源はラテン語のジーニアスに遡る。フランス語ゲニーは、本校で取り扱うアラブ民話の人をフランス語の中で表す言葉として定着しているが、アラビア語人も同様にラテン語ジーニアスに由来するとする説が、19世紀のヨーロッパでは確かな根拠なく信じられていた。しかし、オランダの東洋学者アンとヤン・ウェンシンクのザ エティモロジー・オブ・ザ・アラビック人は、こうした俗説を否定し、その後もアイクラー、ストルキーといった学者も支持した。アラビア語の人は、英語においてはより英語化された形のジニーの綴りで、書かれることがある。これは、千ズよ物語の英語翻訳の際にフランス語ゲニーから借用したものがある、程度定着したものである。アラビア語人が表すものと、 ラテンを由来フランス語のゲニーが表すものが、大まかには一致しているため、定着したものと考えられている。1802年に描かれた人。普段は目に見えないが、煙のような気体の状態から凝結して、個体となって姿を表す。その姿も変幻自在で、様々な動物や、蛇、巨人、醜い生き物、さらには、美しい女性にも変わることができる。知力。 体力、魔力すべてにおいて人間より優れるが、ソロモン王には対抗できないとされる。ソロモン王は人を自在に操り、神殿を建てる際にも人を動員したと言われている。人間に善人と悪人がいるように、人にも善人と悪人、ムスリムと非ムスリムがおり、人間と同様に救いを受ける者とジャハンナムに落ちる者がいる。人間に取り付く場合があり、 人に取り憑かれた人すなわち気が狂った人をマジュニヌーンと呼ぶ。前世の人に取り憑かれれば聖者となり社会に利益をもたらすが悪性の人に取り憑かれると強人になる。害悪を与えると言ってもただのいたずら好きから人間の命を奪うものまで様々である。強大で恐ろしいものから順にマリード、イフリート、シャイターン、ジン、ジャーンと格付けされておりリーダー格が イブリースだと言われている。しかしイブリースがシャイターンと呼ばれているので異説もある。人助けをするイフリートもいることから、この階級は悪性だけでなく全悪統合した階級だという意見もある。イスラム教が成立するより前、ジャーヒリーヤと呼ばれた頃には人は神々、またはそれに準じる存在としてアラブ人によって崇拝されていた。やがて成立した。 唯一神教であるイスラーム教でも、神の存在を完全には無視できなかった。クルアーンも、その存在を認めており、アルジンという表題のスーラがあるほどである。クルアーンによる公認協議では、神は人間と天使の間に位置する非造物とされる。古典イスラム法でも神の位置づけを定めているが、人が人間と結婚することについても論考されている。 ラーフが土からアーダムを作る2000年も前に煙の出ない日、またはサハラ砂漠を越えて吹く熱風、シムーンから作られたとされる。エジプトではアラーの名を唱えることで悪をナす人を退散できると信じられていた。また、砂漠の夜空に流星が光るのはアラーが人を攻撃しているためだとされていた。ありがとうございます。